のまチューブ。はい、どうもー。さあ、今回のウエストエスケープは、前回の続きで、牛を、助けますよというイベントでございますね。ミッションか。じゃあ、時間が経過したので、牛を助けに行きます。この人、あれだね。ここの、エイリアンがどんどんここの、扉叩いてるけど、このエイリアンが出てきたら狙おうとしてんだね。うん、道を見張ってるっていうことでございますね。うん、ほんで自分の飼ってる牛がハマっちゃってるっていうことで、これ一人じゃどうしようもできないっていうことでございますね。人力じゃ引き上げられないっていうことでございます。じゃあだって。さあ、行きますよ。ほい。うん、なるほど。はいはい。うん、一人で引っ張れる。あ、オッケーオッケーオッケー。あ、救出できました。救出できたよ。これあんた扉見張ってんじゃなくて一人でもできたんじゃないの、これ作って。あ、こういう板を作ったのね。これ自分が降りたらハマっちゃうってことある？さすがにそれはないね。自分がさ、ここでハマってさ、あの人にね、救出をお願いするっていうね、そういうミッションがあってもよかったと思います。うん、まあいい、よかったね。これお乳絞りできんのかな。うん、牧草を食べてるね。オッケーオッケー。よし、じゃあおじさん、あ、開いたよ。勝手に開いたよ。ちょっと待って、鍵使ってないのに開いちゃったよ。使ったってことなのこれ。え、エイリアンが自力でバンって扉開けた。わからない。あ、広告入ります。はい、広告見てきました。音は、あ、音なくなってる、なくなってちょっと待ってね。一回アプリ落とします。はい、扉が開いたところからスタートですね。音はあるね。OK。では、この中にエイリアンがいるはず。エイリアンだよね、きっとね。よし、じゃあ行ってみますね。怖えな。あ、なにこれ、スカーフじゃん。え？あ、彼女さんのスカーフ。こんな場所まで来てた。え？もしかして、もしかすると、そんなことはないだろうけどね。これ、彼女さんってこと？ちょっと待って、ちょっとぶら下がったまま、少々お待ちくださいませ。ちょっとこれ取っちゃうわ。あ、ここのね、エリアのね、こういうアイテムは一応全て回収済みでございます。うん、さて、ちょっと待ってくれ待ってくれ待ってくれ。彼女に出会える、彼女だか奥さんだか。あ、うわ、はい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 、どうだどうだ、ボトン。うん、うん、あれ、この人見たこと、保安官じゃん。あれ、追ってた保安官じゃん。え、そうだよね、保安官助けたよ。あ、許してもらえたっぽい。保安官が捕まってた。自分を追っていた保安官よね、あれ。保安官、あの保安官から逃げてるから、ウエストにしか進めなかったっていうことなんだよね、きっとね。そもそもなんで捕まってたのこれ。なんか濡れ衣着せられたのかな。え、っていうか保安官が味方になるとは思わなかった。この展開はちょっと予想外。はい、でもうエイリアンいなかったよ。その代わり保安官助けました。それで友情、広告入ります。はい、音はどうだ。あ、音あるね。オッケー。さて、こっからどうすりゃいいんだ。こっからどうすんのか。保安官どこ行った。保安官あっちに戻ってんのかな。正規ルートだった。ああ、あった、ここだ、やっぱ。よっこいしょ。無理だ、びくともしない。ん？なんかひらめいたっぽい。あ、お願いすんのね。牛助けた、お礼として、鍵くれたけど、それ以外に、これ手伝ってってことだ。
はい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 、いきます。あ、ここでなんか作れってことで、待って、ちょっと保安官ここにいるの、ここに集まってるの、もしかしていないでしょ、いないでしょ、あ、いたいた、保安官いた、いたいた、なんか次のステージでなんかイベント発生するのかね、次のショーからね。あー、じゃあ保安官に追われてないんならもうこっち戻れそうな気もするけどね。まあ戻れないんだろうね、うん、戻れない。おー、あ、じゃあ先にちょっと進んでみましょう。保安官、そうだよね、あれ追ってきてた保安官だよね、うん、助けてくれたからね、あの恩を一つ与えまい、恩を着せましたっていうことかな、うん、さて、ああじゃあな、ここじゃねえよ、話しながらやってたから通り過ぎちゃいました。さてここでクラフトがまた始まるね。そしたらまた時間経過。お、パダリと牛助けたよ。うん。牛乳。片言になっちゃってる。あ、ほんで、あ、広告入ります。はい、音は。ああ、音なくなってる。まあ、いいや。ちょっと待って、ね。こう、また、時間待たなきゃダメでしょ、きっと。はい。アイテムは、あ、牛乳くれた。あ、ここでね、牛乳必要だったんだね。なるほど。ほんで、完成。で、20分で。じゃあ、広告、見てくるついでに、一回アプリ落とします。はい、広告をね、5、6回見てきました。それで、スキップね、終わりました。ということで、この先、ちょっと行ってみましょう。それでは、行きまーす。はい。ん？牛？牛が光ったよ。牛光ってどうなの？ん？牛乳くれんの？あ、牛に光すの？そんなパワーあんのか。あ、そう。牛を貸してくれたんだ。あ、ほんで、ここで、また、材料ある。はい。2時間。そういうことで、ね。あ、なるほど。じゃあ、これ、スキップ、広告、結構見なきゃいけないから。今回は、じゃあ、ここまでにしましょう。うん、細切れ動画になっちゃうけどね。まあ。ストーリー終わっちゃったらまた2、3ヶ月プレイできないから、のんびり細切れに録画してアップしますということでございますね。なるほどね。じゃあ次は牛に引っ張ってもらってこの先へ行けるということでございますね。うん、なるほど。あ、っていうかスカーフ、彼女さんのスカーフが落ちてたんだけど、あ、ここに彼女さん来たってこと、ここを通ったってことか。ほんで保安官も先回りしてたってことなのかね。後ろから追ってきてたはずなんだけど、そこら辺がよくわかんないね。もしかしてあのスカーフ、保安官のスカーフ、そんなことある？そんなことないよね。胸に抱きしめてたもんね、スカーフをね。うん、まあそんな感じで一応ね、ストーリーが、この先へ行くっていう形になっております。あ、少々お待ち。はい。広告ちょこちょこ入るね。うん。はい。じゃあ今回の動画は以上になります。さあ、次の動画はこのですね、トンネルの先へ、向かう、でございますけれども、多分この先がサルーンじゃないかな。うん。酒場のような気がする。もうワンステージぐらいあるはずなんだよね。変な銅像みたいのあったからね。初っ端のオープニングの時に、マップ全体を見回す時にね。なんか自由の女神っぽい、なんか、銅像があったから、多分そのこのステージに次行くんだと思います。よし、じゃあよろしく。頼むよ、引っ張ってくれよ。それでは、今回は以上になります。あ、目と目が合っちゃってる。牛と目と目が合った。うん。それでは、ご視聴ありがとうねー。ノマチューブ。